僕だって好きでこんなことしてるわけじゃん。バイバイ。大変、願いの音符が盗まれているわ。あれが悪用されたら大変なことに。王の呼びんぎゃ、何としても取り返してきて。分かった。あれは間違いない、妹のスーピーだ。サンクローズ、スーピーを連れ去った罰だ。なんか飛んでったよ。ひょっとしてスーピーたちが探してる宝物なんじゃない？なんだって？どうする？手伝ってあげてもいいよ。愛しの妹のためにね。うるさい。スーピーがみんなに迷惑をかけたんだ。兄が責任を取るのは当然だろ。そう来ると思ったよ。僕がやらないと。Thank you.
僕がやらないと。邪魔をすると容赦しないからね。僕がやらないと。
負けるわけにはいかない。邪魔をすると容赦しないからね。王座お姉様、パレット。落ち着いて聞いて。どうしたんだよ。おじい様が亡くなったわ。え？嘘。私たちも一生懸命手当てしたんだけど、私のせいだ。私が殺したんだ。スーピー、違うわ。あなたのせいじゃない。悪いのはサタンクローズ。全てあいつのせいよ。でも安心して、おじい様を助ける方法がまだ残っているわ。どういうこと？願いの音符を全部集めて、私たちの願いを叶えるのよ。おじい様を生き返らせてって。じゃあ、おじいちゃんは？まだ望みはある。さあみんな、急ぎましょう。僕がやらないと。ここだわ。この宮殿に最後の音符がある。そして、サタンクローズもいる。これで全部解決するんだな。気をつけて、奴の作った幻覚に惑わされないで。
負けないからな、サタンクローズ。追い詰めたぞサタンクローズ。今ここでケリをつけてやる。あれ、男の子の匂いがする。君もしかして男の子かい？え、なんでわかるんだ？かわいい女装の男の子。わーい、大好物、いただきます。お前は絶対に許さない。やめて。
怒ったぞ。お遊びはこれまでだい。あったまに来たもんね。やばいよ、あいつ本気だ。覚悟しなよ、やられたらただじゃ済まないんだからね。